深淵の謎、それは女神の贈り物。我らは求め、飛び立った。さまよい続ける心の水面に、かすかなさざ波を立てた。想像しいな、子犬のザックス。あの家にあった墓、調査に派遣されたうちのスタッフも葬られていた。脅したらせっせと嘘の報告を送っていたぞ、役立たずどもは。脅さなくたってそうしたはずだ。少なくともあんたの両親はな。二人は俺を裏切り続けた。俺があの家に来た時からな。死んだの犬どもに何がわかる。よう相棒。結構ついに心を決めたというわけだ。幼なじみの意思は尊重しよう。しかし そっちの世界で生きてゆけるのか。アンジル！どこ行った？工場を出たのか？時間がない。急いで村を出よう。あの二人、探さないのかよ。不祥事の痕跡は全て消す。この村は空爆されることになった。アンジールの家には本当に誰もいないんだな。あ、アンジールん家。急げ。
一味が砲撃を始めた。なんだって？どうすりゃいいんだ？方法はある。タイミングよく砲弾を切れ。何？早すぎても遅すぎてもダメだ。注意しろ。さっきの役場前の要領だ。できるか？やるしかない。信管の音と砲弾の色に注意しろ。今はそれぐらいしかアドバイスできない。信管の音？こんな音だ。聞き逃すなよ。今の音のタイミングで攻撃すれば間違いない。砲弾の変色にも注意しろ。あとは任せたぞ。信管の音と色か。空爆までにお袋さんを助けないと。敵が収まったようだな。攻撃をほとんど防いだのか。さすがだ。今連絡が入った。間もなく空爆が始まる。急げよ。お袋さんが心配だ。急げよ俺。何をゲットしたかは？爆撃隊と交渉した結果、空爆まで少々猶予ができた。今のうちに必要なことをやってしまえ。サンキューゾーン。さっきの砲弾も我が社の製品だ。我が社の痕跡を消す砲弾切りに対して報酬が支払われるぞ。なんてことするんだ！おい！それがお前の誇りか！母は生きているわけにはいかなかった。その息子も同罪だ。わけわかんないこと言うなよ！ちゃんと説明してくれよ！言っただろ。もうそっちでは生きられないのさ。君よ、飛び立つのか。我らを憎む世界へと。黙れ。待ち受けるは、黙れって言ってるだろ。ただ過酷な明日、さかまく風のみだとしても。今日はセフィロスがいないようだが、どうかな。
召喚獣。くそ。Activating combat mode。召喚獣をこんなことに使うなよ。ソルジャーの誇りはどうした。俺たちはモンスターだ。誇りも夢もなくしてしまった。アンジール、戦争が終わったぞ。みんな喜んでる。でも俺は。その剣は我が家の誇りなの。剣よりもお前の方が大切だ。ほんの少しな。どこ行っちまったんだよ。はい、ザックス。久しぶりだな、
ザックス。セフィロス。ラザードの部屋へ来い。わかった。